お疲れ様です。なんかめちゃめちゃリラックスモードじゃないですか。もう昼だでよ。休憩ですか。うん。また職人飯行きます。飯？もうあそこに二度と行かんぞ俺。もうラーメン伸びちまったじゃねえかあれ。あの最後の方喋っとったもんで余計伸びちまってさ、はい、すいません。お前がずっと話しかけるもんで二人揃っても伸び伸びのラーメンそろそろ食べてました。そうそう最後食べとったよな。よっこらせっと。今日はこれ何やってたんすか。今日養生。今日からだって、うん、なんで見てこれ、はい、コオロギ捕まえた。それそのままなんですか。うん、いや、逃げねえんだよ、こいつ。あ、動かんすか。にあ 動くんだけど、逃げねえんだ。動けないんじゃないですか、それ。いや、動いとったよ。ぴょんぴょんぴょん跳ねとったけど、どけって言っても、どかんもんそのまま果てたったもん。閉じ込められたんですか。閉じ込められた。あ、ほれ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 、生きとるやろ。生きてますよ。ほれほれ。まあ、そのうち多分どっか行くで。だそのうちどっか逃げれるでね。はい、さあ、どうしようかな、今日は。まあ、でも見た感じこのお家、うん、結構難しそう。まあ難しい難しい。ちらっと前にも聞いたんですけど。そうそうそう。どんなところが難しいですか。壁は他はいいんだけど、はい、これ見てこれ、そうです、結構ボコボコの。ボコボコだろうこれ。でこぼこしてます。そうそう、でこ入らんのだよねこれ。もうローラー入らないですよ。この溝はもう入らん。これどうやって乗っていくんですか。うん、いやもう一回ローラーでバチ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 って売ってって、で、はい、残っとるもん、残っとるとこもハケで拾った方が早い。吹きゃ早いよ。はい、吹きゃ早いけど、吹けねえもんね。どうも、ローラーとハケで。そうそうそう、で、やるしかない。か、まあ、横着せども、ハケで先全部取っちゃってから、ツラをローラーでやるか、はい、どっちか。まあ、でもそっちの方が時間かかるで。はい、あのローラーで、ある程度、取ってから。あの入れといてから、はい。で、入ってないとこも、全部、ハケでシャ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 って、やった方が早い。早い。この面だけね。あ、こっちだけなの。こっち、この一面だけ。奥とかはどうなって。あ、横とかはいいよ、はい、横とかいいけどよ。これこれこれなんだよこれ。はい、うわこれどうやってやると思う。こんな10センチぐらいしかねえんだ。これどうやってやったんですか。うん、中入ってくんだわ。え、どこですか。うん、こうやって裸になって入るんだわ。服だと引っかかるだろう、はい、裸になって入るんだって。出た頃にはなんか傷だらけみたいな。で出た頃もペキマルケになっとってペキマルケ。でも本当に入っててやるんですか。入っててやるって。いやだで聞いたんだ、お前こんなもん入れんぞって言った、はい、いや猫は入りましたけどねって。猫は入れるだろうって。寺木さん猫だったんですかね。うん、だってしょうがないもんで背骨曲げてガコって、はいはい、ほんで入っていくシューって。これは、これはなかなか大変な現場ですね。うん、だろう、大変だろう。これでもどのくらい予定見てるんですか、日日数的には。日数、はい、日数ね、2人で8日だったらね行きます。いや、分からん、やってみんと。でかいでね。お家は確かに大きいです。お家も大きいもんで。これ何ですか、カポート。あ、カポート。カポートの下って微妙に。下はいいよ、ここキャラズやるけど。あ、ここキャラズってことですか。うん、ここキャラズやる。高さ的に、あ、ここは芝組めないからやった。いや、あの組めるよ。あ、組めるんですか。うん、組めるんだけど、はい、組めてねえだけ。人一人によって組み方違うもんでさ、はい、結構最近また新しい人とかも増えてきたんで、足場班。あ、新しい人が組んだ足場自体はその時ってパッて分かるんですか。雑いと分かるよ。雑いと、ね、雑いと分かる。じゃあここの現場誰が組んだか分かります。ここ、はい、知っとる。僕知ってるんですよ。あ、ここか。正解したら、あの、コメダのクリームソーダ一杯贈呈します。本当だな、はい、誰が来んだこれ。誰だろう、これあいつかな。いや、古いやつじゃないだろこれ。おめちゃめちゃ悩んでる。他のやつらじゃないな、これは。お、他のやつらじゃないね。いつもおるやつらじゃない。まあ、ケンジさんかケンタロウぐらいだろうね。これあれか、ケンだろう。ケンタロウです。ケンタロウだろう。しかいないぞ。で、いいっすか、答えは。しかないな。いや、他のやつらじゃなさそうだもんね、これ。ケンだね、これ、絶対。この段々の足場は。正解は他のやつだ。お前、害虫じゃねえよな、これ。ケンタロウくんです。
やっぱりケンタロウか。ケンタロウくんです。コメダのクリームソーダいっぱい。これこれ。だな、やっぱケンタロウか、これ。やっぱケンタロウぐらいだろうな。他のやつは。でも、これしっかり組んだ方だぜ。おまあ、誰が組んでも変わらんかもしれんけどな、この構造は。結局みんな最終的にはなんか似たような構造になっちゃう。構造になるけど、はい、どれだけ時間かけるかなんだね。これ組で終わりだったら、はい、あそもそもいい足場組めると思うよ。組ってバラシがあると次があると無理無理雑になると思うよ。だって足場は大変なんだって。大変だよ、全部大変ってことですよ、うん、だいたい文句言われるの足場だでよ。よう組んだな。でも時間かかっただろうね、これは。多分確か1日かけて組んでるはずなんで。あやっぱりそうだろうな。これ半日過ぎとかで組んでったら多分雑いと思うよ。大変だと思います。なんか最終的にはあの足場でクイズみたいになっちゃいました。足場でクイズだな。でもあれですね、前の時も誰が作ったかって当ててましたよ。ああ、あれはもう一発で分かったで。一発分かった、一発で分かった。あれは何でか一発で分かった。結構今回ここ悩みました。ここ悩んだな。でもやっぱ分かるんですね。あれ一発で、いや簡単だろう。あれ職長の時はね、はい、めちゃくちゃいい足場組んどったよ。そうです。職長一時職長やっとった時は、はい、めちゃくちゃいい足場だったよ。めちゃくちゃ良かったよその時は。あやりやすいと思ったもん。これ誰だろうと思って最初トシ君かなと思ったけど、トシ君じゃねえって言ったもんね。結構あれだったね、塗装の職人さんも現場現場で誰の足場なのかみたいなって分かる。大体分かるよ。もう塗り替え道場の職入ってもらってる職人さん、うん、そうそう、あのベトナム人が組んでなければね。今ほとんどベトナム人任せだで、まあ、1から10まで、そうそうそう、軽く指示だけ出して、指示だけ出して、はい、でちょこっと手伝う。メインはベトナム人がやっとる。誰難しいんだわ。あちょっと違う手が入る、違う手が入るもんで、というわけでしょう。今回今回こんなんか。そうですね、見事寺岸さんのそれ時間かかったな。即決できんかった、これ誰だと思って。まあ、でもあれですね、ちゃんとあの正解だったんで。本当に絞ってからか、もうよく見て絞らん、これ誰だろうなっていう。今度一緒にコメント行ってくれます。あ、そうそうそう。ペース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 。コメント行ってくれます。ペースペースペース。飲みましょう。最後にまた宣伝どうでしょう。うん。横浜に左遷するぜ。左遷するんですか。誰も左遷するんですか。誰も行かんのか。あとはあれですね、各それぞれのチャンネル、足場班チャンネル、大谷チャンネル、あとは、あああれか、佐々木ファミリーチャンネル。そちらの方もよろしくお願いします。ん？締めの挨拶。締め？はい、あもう最後か。はい、あまあ今年これで俺は最後だな。じゃあまた何ヶ月かの動画で会おうか。何ヶ月間になるんですかね。何ヶ月間になるだろう。拒否すると思う。あマジですか？うん、拒否。あの拒否されそうになったら、え？あれですね、メロンソーダ、クリームソーダのジュース持ってきな、持ってって。テレビさんとこお願いする。お前せこいって使うな。お前せこいって使うな。一種の買収みたいになっちゃうんですけど。いやもう使える手は何でも使いますよ。せこいなお前。どうもこれ。そんなこと言ったらまた僕がボコボコに言われます。僕に言われろ、ボコボコに。じゃあまた見立って、はい。